はい、笹田でございます。今日は飛び込み営業、会話のネタの作り方ということで、まあ、飛び込みで新規で営業行きますと、そういった時にどうすれば話のネタが作れるのか、きっかけが作れるのかということをテーマでご相談をいただいたのでお答えさせていただければと思っております。ご相談内容はこちらです。職域保険営業ですね。保険内営業でアンケートを取ってもらった後の活動で停滞していますということで、アンケートは取れてると。ただそれから先になかなか進みませんということと、まあ、期間限定の保険の募集も終わってしまったので、どうすればいいでしょうかというご相談をいただきましたということでございます。で、まあ、飛び込み営業に限らずですね、影響ってそもそも相手と自分の認識をしっかりすり合わせておく必要があるんですが、営業はそもそも相手からすれば何かを売りたい人だっていう認識は持たれてるはずなんですよ。なのでその前提で考えた時に、ある意味その前提はうまく使ってコミュニケーションを取らなきゃいけないということですね。なのでお客さんの期待値は別に友達になりましょうっていう話ではないんですよ。何か私のために役に立つ情報を持ってきてくれる使える人なのかもしれない、そういう期待値を作ることができれば、お客さん側は会ってくれたりとか話をしてくれる可能性は上がりますよねという、そういう目線を持ちましょうということですね。なので営業における仲良くなると友達における仲良くなるっていうのは全然別物だということです。友達においては何か返してもらうとか、何か与えるとか、そういうものではなくて、純粋に今一緒にいたら楽しいね、それでいいわけですよ。ただ営業においては一緒にいたら楽しいには成立しないんですよね。まあ、もちろんそういう相手もいますよ。そういう相手もいてもいいですし、そういう営業を目指してもちろんいいんですが、それだけじゃ足りないということです。あくまで相手に何かを提供して、お客さんからまあ最終的なお金をいただく、それができて初めて営業における正しい関係性ということでございます。じゃあその関係性を構築していくためには何が必要かなんですが、相手との情報提供をしていくと、会話をしていくと、その中では結局会話のネタの作り方が今日のテーマですが、言葉だけで会話をしようとするから限界が来るわけですよ。要は相手の様子を探りながらとか、相手と何か話をしたいがために何かきっかけを作んなきゃみたいな形で、あ、こんな話してますか、この情報知ってますかみたいな形とか、それって結局言葉からコミュニケーションをスタートさせようとしてるわけですよね。ただそういうのが難しい状況であったりとか、相手もいるわけですよ。じゃあ何を使えば、どうすれば相手と会話ができるのか、しやすくなるのかなんですが、道具に頼りましょうということです。なので私はよく使ってたのは、話の始めのきっかけ、話し始めのきっかけに関しては資料を使ってましたと。どんな資料かっていうと、会話のネタ用の資料を先に準備しとくんですよ。で、ちょっと先日こんなニュースがあったんで持ってきましたみたいな形で紙で渡してもいいわけですよ。私は飛び込み営業とか、あと、新規の商談、対面で商談するときには結構その最初紙を渡すっていうところからアクション取ることが多かったんですが、実際どんな資料かっていうと、ニュースの切り抜きとか、あとは統計アンケート結果とか、こんな結果出てたんですよ、ご存知でしたかみたいなこととか、あと商材以外に相手の好きな話とかですね、例えば誰かのライブ、歌手が好きだってみたいなことであれば、今ご存知かもしれないんですけど、なんかウェブでこんなの見たんでちょっと持ってきちゃいましたみたいな形で、なんか商品の情報も渡してあげるとかね。私実際にやったのは、相手がフットサル好きだったって話を聞いたので、フットサル上の一覧の紙を一回メールで送ったんですけど、紙でも渡してあげたりとか、そういった形で、要はこんな情報を持ってきましたっていうのを口で最初から言おうとするから話が広がりづらかったりとか、話が進まないわけですよ。それは全部自分の口から伝えないとその情報が相手に伝わらないからですね。ただ紙を渡してあげることによって、内容は理解されなかったとしても、あ、今日こういう話を持ってきてくれたんだっていうことを相手に渡すことができるわけですよね。そこから話ってしやすくなる、会話がしやすくなるわけですよ。なので情報を渡すとなった時に、結局は口から言うと全部言わなきゃいけないけど、紙に残しておく、何か情報を資料に残しておくと、それを渡すことで情報を話す、今日はこんな話を持ってきてくれたんだっていうことが伝わるので、カウンター越しだったりとか、なかなか飛び込みで話のきっかけが作れなかったりしても、あ、こういうことやってるんですねとか、あ、この情報面白いですねみたいなこととかが起こるわけですよ。要は紙で渡すことによって、相手は自分の興味があるところを自分で探してくれるからですよね。そういった会話のきっかけっていうのを全て口でやろうとするのではなくて、どんどん物に頼っていった方が話のスタートとしては会話がしやすくなる可能性もありますので、ぜひそういう目線を持っていただきながら、どうすれば会話がスタートしやすくなるのかというアプローチ考えていただければというのが今日お伝えしたい内容でございました。今日の参考になった、勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。